キクセティエンことエンリケセティエン・ソラールはスペインサンタンデール県サンタンデール出身の元サッカー選手。現サッカー指導者。1977年に地元のラシンサンタンデールでプロデビュー。1984から85シーズンまで主力として活躍。1985年から3シーズンはアトレティコ・マドリードでプレー。 以降 CD ログロニエスやレバンテ UD などでもプレーし、1996年に引退した。1985年から2年間、スペイン代表に招集され、1986FIFA ワールドカップのメンバーにも招集された。2001から02シーズンに、ラシン・サンタンデールで監督業を開始。2006年には、赤道ギニア代表の監督を務める。 2009年6月、CD ルーゴの監督に就任。6シーズン監督を務め、2011から12シーズンには、セグンダ・ディビシオン B から、セグンダ・ディビシオンに引き上げた。2015年10月19日、解任されたパコイレーラの公認として、ユーー・ラスパルマスの監督に就任。2015から16シーズンはプリメーラ・ディビシオンで11位。 翌2016から17シーズンも14位と2シーズン連続でトップリーグ残留に導いた。2017年5月26日、レアルベティスの監督に就任。就任1年目の2017から18シーズンは9月20日の敵地サンティアゴ・ベルナベウデのレアルマドリード戦に勝利。以降もロレインやジュニオルなどカンテラ出身選手を積極的に起用し、 リーグ6位の好成績を収めた。犬タ隆シを加えた2018から19シーズンは、シーズン序盤のカンプノーでの FC、バルセロナ戦に4-3で勝利するなど、注目を集める。しかし、以降は失速。特に本拠地、エスタディオ・ウェニート・ビジャマディンでの開催が決定した、コパデルレーでは、準決勝に進出しながらもバレンシア CF に敗退したことで、地元ファンから非難された。 シーズンも10位に終わり、シーズン終了後の2019年5月19日付で退任したことが発表された。2020年1月14日、FC バルセロナの監督に就任したことが発表された。しかし、自身のスタイルを構築することはできず、ラリーガの派遣をレアルマドリードに明け渡し、さらに8月14日の UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝では、 FC バイエルン・ミュンヘン2-2の8の歴史的大敗を喫し、3日後の8月17日に解任された。2021年8月、スペイン氏、ジョット・ダウンのインタビューで今後チームの指揮を続ける意思がないことを明らかにし、監督業からの引退を示唆した。もう二度とチームを率いることはないと思う。バルセロナ解任後、スペイン国内外問わず、 オファーが届きながらも決断をした理由として、もう関心がなくなってしまったんだ。ここ数年、私が経験してきたフットボールは、私が好きなフットボールではなかった。私が好きだったのはフットボールをプレイすることだった。実際、私は自分が指導者になるとも思っていなかったとコメント。また、セティエン氏は、バルサ時代のことを振り返り、あのようなドレッシングルームはこれまでになかった。 何かが違っていた。ショックを受けたよと、選手時代も含め40年のキャリアで一度も経験したことのないチーム状況だったと語っている。ありがとうございます。